というわけでね、今日はダイヤ君がやってきてくれました。どうですかダイヤ君、台風が過ぎ去った後の風呂は。僕は台風なんてもう何回も何回も味わってるよ。まあそうですね、もう十数年生きてるんでね、台風なんていっぱい味わってますね。今回の台風はあっという間でしたね。そうだね、うん、一瞬だったよ。一瞬だったんですね。昨日ダイヤ君の弟分のオン君がやってきてくれましたよ。あいつはいい男だろこれから楽しみですね。俺の弟子だ、うん、弟子なんですね。わかりました。じゃダイヤ君もね、弟子ができたんで毎日楽しいですね。おう、うん。じゃあ最後に、優しいご家族の皆さんと全国の皆さんに何かコメントお願いします。いつかオン君真っ黒にするからです多分それは無理だと思うな。日焼けしないしな、染めるしかないな。以上ダイヤ君でした。さようなら。